これ合ってるのかわからない。友達内で共有できない。それをやると自分の周りの友達も就職活動をやるようになってっていうことを明日からやってみてもいいんじゃないかなと。どうもしゅんです。こんにちは。就活 YouTuber のエルトさんです。はい、はい、今回はですね、エルトさんに就活の相談をしたいという23卒の就活生に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。関西外国大学へと外国語学部エデルバッカ3年の山田健です。東京大学から参りました、外国語学部英語学科の高橋鈴香と申します。これからスタートということで悩みや不安がいっぱいということで、今回はエルトさんに解決していただけたらなと思ってます。情報が溢れすぎてて、どれを信頼したらいいのかわからないっていうところで、例えば ES の書き方だったら、うん、ES の書き方って YouTube で調べたらいっぱい出てくるんですよ、うん、一番大事なのは自分の中の軸とか、要は自分が何を伝えたいかっていうのは絶対に用意をすること、うん、で、それをどんな形で伝えるのがいいのかっていう手段として選んでいくっていうのが、まず考え方としてはとてもいいかなと思うんですと、はい、就活生の先輩とかも、あくまで自分がこう書いたからどうだっていうこの経験とか体験、うんでしかないから、その人の経験をそういう風に書いたら通ったんだなみたいなのはあくまで一意見として考えて、自分の書き方は結論ファーストで書いた方がいいのかとか、はい、ストーリーっぽく書いた方がいいのかとか、キャッチコピー書いた方が刺さりそうなのかっていうのは、どれも正解であるから、うん、そうやって選んでみてもいいかもしれないなと思いました。自分の軸を確定させるとか判断基準を決めるためにできることとかってありますか？僕らの動画見てくださいって1個あるんですけどそれが置いといて、自分の内側を知るっていうのと世の中を知るっていう、やっぱこの2つの軸で考えなきゃいけないかなと思っていて、自分の過去とか自分の今してきた経験とかからどういう方向に向かった方がいいのか、それはなんか抽象的でもなくて、人を笑顔にしたいとか人の役に立ちたいとかそういうものでもいいんだけど、なんとなくどっちの方向なのかなみたいなのが見えるようにする。じゃあその方向には実は選択肢っていうのはたくさんある、うん、例えば人の役に立ちたいって言っても、食品もあればエンタメもあれば IT もあればみたいな、いろいろあると思うんだけど、人の役に立つっていうのはどんな手段があるんだろうっていうのを考えてみて、行動説明会でノリで座ってみるとかいいと思うし、ノリサイトを見て全く興味ないところでもいいから見てみて、どういう形で人の役に立ったり人を笑顔にしたりしてるんだろうみたいなので、選択肢を増やすっていう二軸でアクションをしていくと、より見えやすくなってるのかなっていう気はしてます、うん、自分を知ることと選択肢を知る上で、明日から視聴者の方やあのお二人が使えるようなことがあったら教えていただきたい。内側を誰かに相談をしてみる、過去分析みたいなことから始めてもいいのかなと思って、自分目線ではこういうところが良かったかなとか、こういうことが悪かったかなとかっていうのがあると思うんだけど、ひょっとしたら別のメンバーから見たら、それって本当にいいことだったのかなとか、そこよりもこういうところが良かったんじゃないのっていうところとかが見えてきたりする。だから自分の見える範囲っていうのは結局自分の常識でしかないから、他の切り口とか角度を入れてもらって、自分の良さを気づかせてもらうとか、自分の得意なことを教えてもらうっていうことを明日からやってみてもいいんじゃないかなと思います。選択肢を増やす上で調べ方とかで明日から使えそうなことありますか？就職サイトも見てると思うので、転職サイトとかを見てみるといいのかなと思って、転職サイトってその職種がどんな仕事をしているのかとか、それがどう会社に結びついているのかっていうのが分かりやすいから、暇つぶし的に1日5分とか10分でもいいから見てみるっていうのがいいんじゃないかなっていうところ。お二人のなんか企業を選ぶ基準とかってもう決まってたりしますか？変化であったりとか人に会うのとかがすごい好きなんで、うん、もうどん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 環境が変わっていくような仕事であったり業界であったりっていうのを見てます。2つあって、英語が使えるところとやりたいことが若いうちからできるところでちょっと探してて、うん、なるほど。今まだ就活に興味ないんで、その就活に関しての動き方っていうのが、その同じ大学とか友達内で共有できないっていうのがあって、そこの悩みもあります。一つは SNS を活用するでもいいと思うし、まあ、ってコミュニティ側もそれこそ Twitter もインスタも含めるといろいろあるかなと思うので、そういったところで就活の友達だったり仲間を作っていくっていうのはいいと思いますと。あとはそれこそ、じゃあ例えばしゅん君に相談をして、就活生のコミュニティってどういうところがあるんですかみたいな感じで学外の人を広げていったりとか、今就活カフェとかそういったものもあったりはするんで、そういった場合とりあえず学外を広げていくっていうのが一個いいのかなと思ってます。逆にその学内の子たちに就職
職活動させるように自分はそう動くっていうことをやってみてほしいなと思ってて、っていうのもそれをやると自分の周りの友達も就職活動をやるようになって、どんどん情報共有ができるようになってくるのがいいなっていうのが一つと、もう一個は例えば自己 PR とかガクチカを書くときにこういうふうにやった方がいいよって誰かに教えると、それが自分の学びによりなる、やっぱ誰かに物を教えた方が学びになるから、で自分いいこと言えてるなってなると自信になるし、ちょっといけてなかったなってなるとどこがいけてなかったのかって反省にもなったりして、人に教えることが友達がやる気になることにもなるし、自分の内省にもなるから、そういう二軸でやってみるといいんじゃないかなと思います。ちなみに高橋さんは2つ目のことをやられてるんですかね。そうですね、5月中旬頃は周りに始めてる人がいなかったので、相談もできなかったんですね、もうとりあえず周りに広めようと。で周りにも YouTube のチャンネルとかサイトとかも教えまくって、そしたら周りがやる気出してくれて今一緒に頑張れてるっていう感じです。すごいですよね。すごい進めてるんですけど、これ合ってるのかわからないっていうのがあって、私が今先頭みたいな感じなんで、私を添削してくれたりする人がいないんです。エントリーシートとか。そうです、大学の就職支援課とかキャリアセンターの方に相談をしてもいいと思うし、 SNS なんかを活用して先輩に話を聞きに行ったりしてもいいと思うので、要は就職活動をやったことがある人だったりとか、社会人の方に、まあ、普通にシンプルに相談を投げてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。わかりました。下の概要欄にエルトさんのチャンネルが貼ってあるので、あのエルトさんが話す動画がバーって上がってるので、よかったらチャンネル登録お願いします。お願いします。次回の動画では実際に高橋さんがエントリーシートを持ってきていただいたので、エルトさんに添削をするという動画も待ってるので、よかったら見てください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。